愛の手紙作品370は、カール・ミヒャイル・ツィーラーが1884年頃に作曲したポルカ・フランセーズ。恋文、ラブレターとも。1885年の1月31日に、地元ウィーンの日刊新聞、フレムデンブラッド上で公表した、穏やかな表情、情々とウィーン世紀末の感動的な響きと香りを、 見せる優美な色調のフランス風ポルカであるが、初演日は不明であり、詳しい作曲の動機や経緯などを伺い知ることはできない。フレムデンブラッド紙は、1847年の1月1日に初めて出版され、当初は反政府史であるとみなされた。1848年革命の動乱の後で、出版は11月14日に再開した。1849年から、 その日のニュース、編集者への手紙、内容を増した連載された小説が始まった。多くの浮き沈みの後、エルベミュール氏が1874年にその新聞を引き継ぎ、それは時々外務省の代弁機関として役立てられた。1918年にその新聞は広範囲な産業に影響力を持ち、結局、求心的なドイツ人の国民的関心を支持したが、 翌1919 19年に廃下見された。またこのポルカには、還元学のみによるコート、フランツバ、グナーのテクストによるソプラノ読書が加わる声楽付きのコートが残されている。両者は同一曲ながらも、導入部分やコーダ部分に若干異なる旋律が使用されており、演奏に要する時間も少し異なる。また、オーストリアの民族楽器であるチターのデュオによる、 編曲版のバージョン校も存在し、これらは皆、オーストリアのプライザーレーベルからリリースされている、現在、ツイーラー作品の体系的な録音プロジェクトの進行中下にある、ツイーラーエディションの CD シリーズの中で聴くことができる。ありがとうございます。